尾道ゲストハウス三原市邸は、広島県尾道市東土道町にあるゲストハウス。先行時の東側斜面の山道途中にあり、尾道水道を見下ろせる絶好の地にある。東隣に中村賢吉急居がある。1921年に個人の別荘として建てられ、その後所有者の変更を経て、1969年からは旅館として利用された。旅館の廃業後に、 空き家となっていたところ、2015年から NPO 法人尾道空き家再生プロジェクトが委託運営の形で再開をしている。料金など詳細は公式 HP 参照。また文化財であるためルールが設けられている。この建物は、近世から近代にかけて尾道で建てられていった、サエンと呼ばれた別邸建築である。尾の道は、古くから商業地として栄え、 財を成した商人が江戸時代に入ると風光明媚な地に別邸を建てていった。その一つが向島にある海物園跡になる。特に1891年山陽鉄道が開通した際に線路敷設のため立ち退きすることになったものを救済するため、線路北側の山手側に住宅建築が許可されたことにより近代に入って財を成した者が 山手側の風光明媚な地に別邸を建築していった。この建物は、折箱製造業で財を成した石井穂丸一が、先行寺の敷地を譲り受けて1921年左縁として、まず建てられた。1955年現所有者の先代が購入し1969年旅館として営業を始めた。その後旅館業務を停止し、1980年代から空き家となっていた。 そこへ、尾野道市と NPO 法人尾野道空き家再生プロジェクトが、尾野道の空き家情報を提供する尾野道市、空き家バンク事業の適用例第1号として2009年に登録される。2013年12月24日に、国の登録有形文化財に登録される。その中で、リノベーションが進み運営のノウハウを積んだ NPO 法人が2015年からゲストハウスとして、 再開業した公式 HP よりありがとうございます。